どうすかどうすか。この間はごめんなさい。原因が何かはちょっとよくわからんけど、きっとアイナが悪いんであろう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。さあ今回は、あ、待って、ハートマークがある。誰だ誰だ誰だ、ヨミさん、マジで、お、これは来たんじゃないの、ほんほん、うるさい、来たんじゃない、ちょっと待って、ふぅふぅ、プロポーズしたいのですが、いいと思いますか。それはもうぜひぜひしていただかないと。どこでプロポーズ、頑張れって言いつつ頑張るのは私なんだ。どこがいいかな。遊園地、駅の方も花火大会、高級レストラン。前回遊園地あったよね、はるちゃんが。ってことで、高級レストランに行こうかな。その前に、着替えた方がいいですかね。着替え、なんかあった？いいの。ネクタイ、半ズボン、かわいいか。グループ衣装、ワイルド。いや、普通ので、普通、そのままでいいよ。そのままでいいですか。ちょっとなんか、ろくなの持ってなかったわ。このまんまで、はい。プロポーズをするタイミングに、いや、続々結婚していく、マジで、マジで。私のことを考えているときに、いや、この結婚ラッシュを私が止めないようにしないとね。マジでちょっと頑張っていこう。はい、わかった、オッケーです、行きましょう。プロポーズに行ってきます。よしよし、頑張るぞ私。高級レストラン、帽子かぶったまんまでいいのか。ちょっ、ふぅふぅ、夜景、よし、綺麗だね。いいぞいいぞ、ものすごく絵みたいな夜景やけどね。そうね。グーグー、私もこういうところで食事がしたいです。こういうところで食事がしたいです。ね、さっきからそのスープが美味しいって。申し訳ありません。店員さん、ご注文を伺います。店員さん、呼んでないよ。あ、呼んでないです。もうなんか普通にね、空気を壊すためにやってきたとしか思えないんだけど。なんでもない。なんでもあるよ。もっともっと、ほら、ぐいぐい行け、行ってしまえ、来い来い来い。野菜が食べたいと。いいよね野菜、うん、最近私野菜またモリモリとね食いよんよ。ありがとう。一時期ね、食べてなくってもね、一日分の野菜とか一応飲みよってんやけど、でもやっぱり食べる方がいい感じするよね、なんとなく。大切な話があるんだ。いけるんじゃない、いけるんじゃないの。ちょっとだってまだハートあと2つ余裕あるやろ。何、いける。あ、でも時間的にどうだ。来い、これや、次やろ、次次次。ちょっと待ってー、ちょっと待ってー、マジで待ってー。そうなんだ。辛い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 、次。そう、あずちゃんもこの店が好きなの分かった。それは分かったよ。あと一個しかないの、ハート。あ、移り変わりが激しいです。ちょ、マジで瞬間的にしかヨミさんのこと考えんやん。大丈夫？あ、やばい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 。次、来い。考えて。あ、やばい、今ちょっと笑って落ちそうになった。早く。は、早く。よっしゃ、来たー、よかった。よかったー。ちょっとこれ私失敗したかと思ったんやけど、やばー、つら。ふぅ、あ、さっき邪魔しに来た店員さん。なんだ、やっぱり分かってたんじゃないか。じゃあ来るなよ、おい。あー、よかった、めっちゃハラハラしたんやけど、絶対いけんと思った。もうやばいね。ふう、でもこれでいけるのね。実用品、大人スプレーをもらいました。はい、でもたっちゃんはまだ子供なので結婚できません。あ、ヨミさんの方は大人なのか。大人スプレーも使えば。あ、なるほど、ヨミさんは大人なのね。めっちゃなんかちびっこカップルって感じやったけど、はい、使います。
じゃあちょっとさっちゃんの方が身長の高い身長差カップルになるということなの？身長差夫婦？それではよろしくお願いします。はい、さあこれでスラッとありがとうございます。スラッと大人になれました。よきよき。もう子供じゃないんですね。さっちゃんこんなに色黒な感じやったっけ？それでは、普通に色黒じゃないな、照明の関係そういうのがあるのか。あーよかった、きっと幸せな夫婦にね。二人ともなんかすごいまったりのんびりした感じですごいお似合いやもんね。あーよかった。やっぱ結構なんかみんな同じようなタイプでくっつくんかな。え、こういうのって好きになるのとかって何、性格とかで決まるの？それとも完璧にランダムなんかな。ちょっとよくわからないけど、何姉妹みたいなね、髪色も服も同じという双子ですか。あーよかったよよかったよ。さあ新婚旅行だ。ユミさんとさっちゃんの新婚旅行 in ハワイ。結構な身長差だな。え、別にさっちゃんの方が前におるわけじゃないよねなんかそれぐらいの感じで。あー、しかも目をつぶってしまった。ヤシの並木道。ユミさんは常に目つぶってるから大丈夫。ラニアキアビーチ。まあ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 、これはあれよ、さっちゃんがヨミさんのモノマネをしたっていうことでねそういうことでね。まあほら夫婦ってね、ずっと一緒におったら顔似てくるっていうし、楽しかった。カップルでもしかり。これお土産です。ほいほい、ヨミさんのイントネーション好きよ。これお宝、キーホルダーをもらいました。ありがとう。これからも夫婦ともどもよろしくお願いします。もちろんよろしくお願いします。こちらこそ。レベルアップってことでどうしよっかな。プレゼント、釣り竿で。はいどうぞ。道具、釣り竿をプレゼントしました。旅人の女の子と仲良くなりました。早速浮気の気配。ちょっとさっちゃん、ヨミさんをちゃんと捕まえておいて、危険よ。はい、ローストビーフでもどうぞ。いただきます。ほいほい。いやー、どんどん夫婦が増えていく。カップルもどんどん増えていってくれないとちょっといなくなっちゃうんだけどいなくなっちゃうんだけど。さあ次々こうカップル夫婦カップ、おハートが増えた、増えたよ、ともやくん。はい、どうだ、誰だ。 あ待って、ここも結婚。え、まさかの。ロヤリにプロポーズしたいのですが、どう思いますか。ちょっと待って、プロポーズ2連続、プロポーズ2連続来たぞ。頑張る、ここでプロポーズする。頑張る、もう頑張れじゃなくて頑張る。よし、ということで次は駅のホーム。その前に、よし行こう。着替えた方がいいですかね。あ、そうやね、ちょっと寝巻きみたいな格好してるけんね。何がいいかな。ミリタリーコートで行く？インテリアさん、ミリタリーコートで行こうか。で、帽子ちょっと外していこう。これでオッケー。よし行こう。ところで、プロポーズをするタイミングに自信がありません。それはもう私が頑張るしかないよね。僕のことを考えているときに頑張るしかないよねってことでいきます。サイズを送ってくれますか。了解。ミリタリーコートは私的に緑が一番いいと思うよねっていうちょっと個人的な意見緑かカーキー、そういう感じがいいと思うの。よし、お、もうさっきすでに、あ、ちょっと待って、これは行くべきだったか帰るの。よし、寂しいね。もうすでにね、向かいのホームについさっき、ね、プロポーズを済ませてきたユミさんが余裕な感じで立っとるけど、次のプロポーズをする人をちょっと見守って見守っている感じで、ちょ次々と入れ替わるからちょっと怖いんですけど。ふう、もうそろそろ電車が来そう。大丈夫、やってきそうじゃない。
あーゆで卵、なんでなんでここでゆで卵なの。うん、おいしいね。どうしたそんな日常でさ、ゆで卵の話することあります？目の前にゆで卵ないのにちょっと待って、はー怖い。もう少し一緒にいたかったな。よしよし、あと2回分まだ余裕がある。うふふ、そうね。うふふ、もうちょっとあれよね、このプロポーズのセリフもバリエーションが欲しいよね。え、だってさ、あれやん、告白の言葉はさ、いろいろバリエーションがあるわけやん。なんか偉そうにとか可愛くみたいな、なんかそういうのもプロポーズにも欲しい。実は大切な話があるんだ。なんか人増えた、左側おったっけさっきまで人キングしか見えてなかったんやけど、右の。あと1回、来い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 。何、食事に行きたいと。ちょっと待って、羊羹が食べたいんだね、さっきから。あー、ちょっと待って、そのタイミング。そうだね、ちょっと待って、あと1回、あと1回、あと1回や。え、怖い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 よ。このタイミングでゆで卵のことを考えているのやりちゃんが怖いんだよ。押してきたもうなんかさっきからさ、めっちゃギリギリのところで、めっちゃギリギリで、決めてゆく。あー、よかったよかったいやー、もうハラハラするわ。いいね。おかげさまでプロポーズに成功しました。お礼にこれもあげます。ありがとう。大人スプレー、どっちが子供？あ、二人とも子供なんか。なるほど、今同じぐらいの身長やけん、まあ二人とも。それ、のやりちゃん多分身長高い方が合う気がするんよね。はい、使います。ともやさんも合うかな、身長高い方が。では、大人スプレーをかけてください。それでは、よろしくお願いします。はいはい。はぁ、これで今回2組ね。ほら、絶対ここの2人身長高い方がいいよ。ありがとうございます。よきよきよき、バランスが良くなった感じする。もう子供じゃないんですね。そうよ、もうしっかりと家庭を築いていってくださいまし。それでは、結婚式を挙げてきます。あ、タキシードめっちゃ似合うやんよかったよかった。さあ、新婚旅行はどこかしら。ハワイかな、また。でもありきたりやけど、ハワイ一回は行ってみたいよね。それにハワイやったらさ、海外でも日本語通じるっていうし、日本語ペラペラの人いっぱいおるんやろ。やったら私、海外旅行をしたくない派の人やけど、全然大丈夫やと思ういやー、おめでたいおめでたいよ。よかったよかった。まだカップルはいるのか、この島に。あ、一応カップルはおるんか。そう、Kさんがさ、Kさんカップルがまだね、まだちょっといまいち踏み切ってないよね結婚に。トモヤとノヤリの新婚旅行員イタリア。イタリア旅行おしゃれ。トレビの泉です。トレビの泉。はい、チーズ。あれ、なんか身長差があるななんかはっちゃけとるねめっちゃはっちゃけとるね。そんなキャラクターでしたっけ。はい、チーズ。よきよき。お、いいねいいねいいね。ピッティ宮殿、ミラノ城も広場、ジュオもいいんじゃないいいんじゃない。あれはあれでね、ちょっと澄ましたような顔でいいと思うよ。あ、楽しかった楽しかった、よかった。お土産です。ほいほい。お宝、革の手袋をもらいました。お土産もおしゃれで、ありがとう。よろしくお願いします。こちらこそ、ぜひぜひ。レベルアップ、これでまたハート増えとったりとかせんかな。そしてまたプロポーズ。いや、私の精神的負担が半端ないわめちゃくちゃ半端ないわ。ヨガ入門書、はい、どうぞ。道具、ヨガ入門書をプレゼントしました。もらったゴルフクラブはなかなか良いものですね。うんうんうん、振っただけでわかりますよ。マジで、私ゴルフとか全然わからないから小さい頃に何、パターゴルフ、ああいうの生きよっただけやけんさ、打ちっぱなしとか普通のは全くわからない。そのコースを回るとか、あれが。さあ、もうハートは出ないですか。さ
三連ちゃんとか行かないですか？あ、行かないね。行かないね。はい、それじゃあ、みんなちょっと結婚式が続いて、お金、お金ちょっと、尽きてきよるかもしれんけど、募金をお願いします。なんだかんだここの住人さんってみんなお金持ちやと思うよね。こんなに連続して結婚式があるってことは、確実にお祝い金渡してるわけやん。やのにこうね、毎日毎日、きっちり募金をしてってくれるっていう、素晴らしいわ。何の仕事しようやろうね。お金湧いて出てくるんかな。あ、でも一応みんな、あんだけのバイトで済ませてるわけじゃないよね。ほうほう、ミラルームランナー。でもこれはなんかミラさんの方も運動になってるよね。てかどういう状態、支える部分何もないんやけど、怖。そんなこと聞いてどうするの。そういうもんなんだよ、取材っていうのは。勇気ももらいました。勇気をもらいました。勇気もらうようなことあったっけ。なんかどの部分に勇気をもらった。でも怖くてできないわそんなの。今友達マークが出とった。友達マーク紹介ではないかしら。とりあえず行ってみよう。これアユナの部屋でしょ。喧嘩やん、ちょっと。なになに。今みんなちょっといいムードなんだからさ、くっそーとか言わないで。ほいほい。まあほら落ち着いて仲直りしよう。ほい、それじゃあクッキーでも食べて落ち着いてよ。まあ、クッキーより正直ケーキがいいけどね。どうすか。あ、でも全然すごく美味しかった。機嫌治ったわ。クッキーで機嫌が治るっていうめっちゃ安いやつやね。いいと思う。108円のクッキーとかでいいと思うよ、全然。さあ、どうだ。仲直りしてくれるだろうか、彩香ちゃんは。どうすか、どうすか。この間はごめんなさい。ふんふんふん。原因が何かはちょっとよくわからんけど、きっとアイナが悪いんであろう。こちらこそごめんなさい。あ、優しい。ありがとう、彩香ちゃん。ね、相手が優しかったから許していただけたんだよ。うまくいきました。ありがとうございます。よかった、よかった。レベルアップってことで服を、どうしよっかな。なんかちょっとさ、ネグリジェ、カウボーイ、コスプレ的な何か。カエルのロンパースは別にコスプレじゃないんよな。カッパ、カンフースーツ。恐竜セット、クマの着ぐるみ。なんか思っとったクマじゃなかったけど、もうちょっとなんか、モコモコしたテディベア風な感じかと思ったら。微妙な感じだった。ほいほい。お宝金貨をもらいました。ありがとう。ほいほい。でもこれ着て家帰ったら多分旦那さんはどうしたんだって思うと思うよ。離婚されるかな。はい、ちゃんと挨拶しておいてね。そしてこの島を宣伝しておいてね。さあ、もう友達マークはなさげ。ちょ、一軒家の方行ってみよう。一軒家の。なんだ。はいはい、どうした。あやかちゃんや。子供？なるほどね。平蔵くん。平蔵くん結構前からいるけどね。とりあえずまだほらね、家で一緒に住んどいてよ。誰かが。うんうんうん。ほい、一軒家だいぶ増えたね。ほら見て。おお、結構増えた。1、2、3、4、5列目に今突入しとるところや。そして相変わらずいないゼロさんとハルちゃん。で、ヨミさんとさっちゃん、ラブラブだな。ラブラブだな。いいな、いいな。木を基調とした感じの家だね。そして、トモヤくんとノヤリちゃん。よき。やっぱ新婚さんやもんね。じゃあちょっと、クマちゃんとクイーン。クイーン。友達マーク出てるからちょっと。今お友達と伸び伸びしてるの？お久しぶりです。お友達じゃないか。あれは子供か。いいんじゃないかな、とりあえず。仲良くして。仲良くしてくださいまし。
夜に口笛も吹いちゃダメですよ。夜に、なんかこういうね、なんていうん、迷信みたいな。こういうのって、あれなんかな、やっぱ代々受け継がれていくもんなんかな。夜に口笛を吹いて、でも最近夜に口笛吹ける人めっちゃ多い気がするんやけど、気のせいかな、私の周りだけやたら見かける気がするんやけど。その度になんか私、小さい頃から口笛夜に吹くなって言われとった時にさ、ちょっとギョッとするんよね。え、何？夜に口笛吹く人がいるの？普通に？みたいな。ちょっと焦る。はい、テニスラケットでもどうぞ。はい、オッケー。ということで、はい。ちょっとね、はるちゃんとゼロさんの夫婦をちょっと見たいんやけどね、なかなか家に帰ってこんのよね。え、大丈夫？なんかすでにもう倦怠期とかじゃないよね。大丈夫ですよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、とりあえずまだ結婚してないカップルもおるし、え、でもやばいね、5列目まで行ったんか、すごい。どんどん増えてく、最近のこの結婚ラッシュ、まだまだ続けばいいなと思う